ではもう超初対面ですけど、じゃあ早速撮らさせてもらっていいですか。はいはい、今日はちなみに、はい、どっちのレーンに並んだんですか。 A ちゃんの方。そうですね、 A からの T シャツ着てますね。じゃあ A ちゃんの話を聞きますね。はい、どうも、男子ライフトーキング、友成よひとでございます。さて、今回の電波日は、去年の夏頃行われました、神々のイベントの会場で撮らさせていただきました。では早速、どうぞ。はい、では、かなたさんにお会いすることができました。こんにちは。こんにちは。もう全くの初見で突然お願いしてすいません。いやいや、とんでもないです。はい、ということで、はい、素敵な T シャツを着ておられますが、はい、ちょっと聞いてみたいと思います。はい、かなたさんは誰推しでしょうか。推しはみりんちゃんとエイタソです。なるほど、水玉オンライン。水玉オンラインです。素敵です。はい、全く同じでは、今日は、一応エイタソレーンに並んだということで、はい、成瀬えいみさんの話を、はい、聞いてみたいと思います。はい、かなたさんが思うエイタソの一番の魅力は何でしょう。あ、なんて言ってもやっぱり誰よりも明るくこう照らしてくれるような、こう太陽のような笑顔が一番素敵やと思っております。あの太陽神。そう、あの元気、明るさ、あれにやっぱりこうエネルギーをもらってるっていう。いや、本当にもう人の笑顔がもともと好きなんですけど、もうエイタソの笑顔はもう特に、これはもうどう頑張っても元気になってしまう笑顔ですね。格別なんですよ。そうなんですよ。わー、素敵です。で、今日は神々のイベントでしたけども、はい、エイタソレーンに並ばれたということで、はい、接触の方はこううまくいきましたか。実はエイタソレーンに行ったのが初めてだったんですけれども、いや、もう緊張しすぎて最初黙ってしまった2秒間が今思うととてももったいない。最初黙ってしまった2秒がもったいないですけれども、沈黙しちゃったんですね。そうなんですよ。でもエイタソにはこのシャツの着方がおしゃれだねって褒めていただけたので、もうそれだけでももう十分でございます。はい、感無量。感無量です。本当にさすがに、さすがエイタソですね。もうさすがですよ。本当にそこをチョイスしてくれるかっていう、ちゃんと褒めてくれました。ちゃんと褒めてくれました。じゃあもう自分的にはもう満足。もう大満足でございます。なるほど、はい、いや、よかったですね。いやいや、2分面白かったですね。いや、もう本当にイベント自体完全に誰が勝つか、誰が勝ってもおかしくない状態っていうのが面白かったですけども、で、まあ、最後エイタソが持っていく、エイタソが一発目の開封でまさかの200点という。さすがでしたね。さすがです。さすがの推しでしたね。さすが。本当にもう今日はもうエイタソレーンに行くことに決めておいてよかったなと。運命でしたね。もう今日は完全に運命です。もう今までみりんちゃん以外やったことなかったので今日も完全に運命ですね。優勝ですね。そうです。今日は現場優勝ということで、はい、はい、ということで、かなたさんにお話を伺いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、 OK です。めっちゃ良かったです。ありがとうございます。じゃあもう、はい、ということで今回登場していただいたのはかなたさんでございます。ミリエイ推しということで、まあ、今回はエイちゃんの例に並んだということで、エイタソの魅力を語っていただきました。誰よりも明るく照らしてくれる太陽のような笑顔、エイタソの笑顔は格別。まあ、推しとか関係なくエイタソにはみんな元気をもらっているんじゃないかなと思うんですが、ましてや推しですよ。もうそこからもらえるエネルギーっていうのは半端じゃない。まあ、本人も言ってましたが、まあ、今までは、まあ、神々はっていうことなんですかね、みりんさんの例に並んできてたけど、まあ、今回はちょっとエイちゃんの例に並んでみようということでエイタソを選んだら、その回にエイちゃんが優勝する。そりゃテンション上がりますよね。ヨブログというシリーズでね、もう今何本か出したんですが、その1本目に出した寝ているオタクの横で開封の儀と
という動画を出したんですが、その時に寝ていた、あのベッドの上で寝ていたのが、カナタさんです。あのあそこはカナタさんの家で撮らさせていただきました。はい、ということで、まあ、その動画もね、見てない方はぜひ見ていただけたらと思います。はい、ということで、今回登場していただいたのはカナタさんでございました。次回はどんなデオタさんに会えるでしょうか。それではまた次回もこのチャンネルでお会いしましょう。もいもい。